はい、登山系写真家のトム川崎です。今日はですね、秋田県の、どこだっけな、どこかに父の紹介で、撮影に来ております。天の川の撮影ですね。はい。で今日は、このチャンネル初登場、声だけの初登場になるんですけれども、父。はい、も登場して今日は父の撮影、おすすめしてるところにこれから2人で向かおうとしてます。なので真っ暗なんでほぼ何も見えないです。はい、お父さん今日はどこに行くんでしたっけ？今日は大谷地池ということで、はい、その池から、はい、鳥海山が見えて、はい、鳥海山と一緒に天の川と星を撮りたい、はいはい、そんな思いでおります。はい、ちょっとね見えるかは天の川見えるかはわからないんですけれども、ね一応今のところいけそうかな。まあ今のところ 80% の確率で期待しております。はい。なんでちょっとまあ私出身が山形県酒田市なんですけれども、今回お盆で帰省しているので、ちょっと父と一緒に撮影に来ております。はい、そんなんでちょっと今的には由利本荘市の、はい、東由利高原のとこに来ておりまして、はい、今晩の宿泊は、はい、ペンションの駒の王子で宿泊する予定です。はい、はい言っちゃってよかったのかな、宿泊まで言っちゃってよかったの宿泊まで言っちゃってよかったのかな、いいんか大丈夫。とても食事の素敵なところでとても楽しめましたよ。はいそうですね、はいとてもいいところでした。食事も美味しかったです。駒の王子ですね。だよね、駒の王子だよね。はいでちょっと今映像何もちょっと映ってはないと思うんですけれど、星空が結構見えてきていい感じです。ちょっと肉眼ではなかなか今のだとちょっと見えないんですけども、鳥海山も映ってるのかな。天の川あ見えるな、見えるちょうどいいタイミングだよ。いいと思う、よしじゃあちょっともうすぐ進んだら、撮影したいと思いますので、うっすら道路見えますかね。ようやく道路見えた。はい、こういうちょっと何もないところを歩いてます。はい、じゃあちょっと事前に日中に下見してて大体場所を決めてるので、これから撮影したいと思います。それではスタート。はい、撮影が終わって、今から帰ります。約3時間ぐらい、親子で撮影してました。で、どうだった？まあ最初はちょっと曇りが多くて、はい、なかなか星が出ない時間が長かったんですけども、ようやく10時半ぐらいになったから、ね、星が見え始めて、綺麗に山も晴れてきて、11時頃になって最高の写真が撮れたのかなと、そんな思いをしました、ね、目的はほぼ達成しました。鳥海山のね、傘が取れるのだいぶ粘ったね。まあそういうわけで、大満足でした。ということですね。はい、まあ久しぶりに、はい、久しぶりに星取り行きました。普段山ですが、はい。まあ撮影自体もちょっと最近育児も忙しくてあんまり撮れてなかったんですけど、はい、とても良かったと思います。はい、なんかあと言いたいことある？うん、大丈夫？困ったな。困った。じゃあ、いいか。今日の星空は最高に満足しました。はい。ということです。はい。よかったです。はい。では、今日はちょっと登山ではないんですけれども、トム川崎の登山チャンネル、興味を持っていただけた方、応援していただける方はぜひチャンネル登録をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。トム川崎でした。